京都大学生命科学研究科工事遺伝情報学分野の米原ですこれから私の研究室の紹介を行います我々の研究室では細胞が死ぬこと細胞死の研究を行っています我々人の体はおよそ100兆個の細胞から成り立っていますまた我々の体は一つの受精卵が増えて100兆個の 細胞からなる体になりますですから細胞が増えるっていうことが必要ですまた細胞が増えるだけではちゃんとした体はできません細胞が変わる分化をするということが重要になります細胞は増えたり変わったりして我々の体を作っていくわけですでは我々の体が出来上がるには細胞が増えること変わること それだけで十分でしょうか実は細胞が遺伝子の働きで積極的に死ぬという現象が重要であるということが分かっていますすなわち我々の体は細胞が増えたり変わったり積極的に死んだりそういうような現象を伴って一つの体として発生をしていきますまた。 細胞が死ぬこと、変わること、増えることという現象は、お互いに影響をし合い、一つの体を作っていくわけです。また、体が出来上がった後でも、恒常性を維持するために、これらの三つの現象が必要になります。では、細胞はどういうところで死ぬでしょうか。ここでは代表的な例をお示しします。 ここに示したのは人の指ができてくるときに指の間には最初細胞がありますがその細胞が死ぬことによって指がバラバラになるということを示しています次にお示しするのはマウスですこれはマウスの胎児ですがマウスが発生してくるときにこのように指の間には細胞がありますこの指の間の細胞部は うめいているのが分かりますがこの細胞が死ぬことによって指がバラバラになるわけですまた発生が終わった後でも細胞が遺伝子の働きで積極的に死ぬことが必要ですその例として一つは癌を挙げることができます癌という異常な細胞は我々の体の中では必然的にできてくるものです ですが、そこういう異常な細胞は積極的に遺伝子の働きで死ぬことによって除去をされています。また、免疫系であったり、さまざまな臓器で細胞が死ぬことによって、我々の体の恒常性は保たれているということができます。このように、我々の体は、細胞が増える、変わる、死ぬという三つの現象を伴って、 正常に形が作られますし、向上性が維持をされるわけです。では、細胞が死ぬという現象は、どのような現象でしょうか。皆さんは、アポトーシスという言葉を聞かれたことがあるでしょうか。アポトーシスという細胞死は、イギリスの病理学者であるカー博士、ワイリー博士、キューリー博士たちが、細胞が死ぬときに、 独特の形態を持っている特徴的な形態で死んでいくことを見出しそのような特徴的な細胞の死に方をアポトーシスと定義しました一方我々が体ができてくるときまたがん細胞が除去されるときこのような細胞死を概念的にプログラムされた細胞死というふうに定義をされています現在ではアポトーシスという形態は プログラム細胞子の時に見出されるということでアポトーシスとととプログラム細胞子ということを言葉をほぼ同じ意味とししてて使われてきました一方細胞が死ぬというのはこのようなアポトーシスという遺伝子の働きで仕組まれている細胞子だけではなく強い熱が加わったり強い毒が作用して細胞が受け身的に死ぬ現象があります。 これはネクローシスと呼ばれています。遺伝子の働きで死ぬ細胞死はアポトーシスというふうに考えられてきています。ではどのような遺伝子の働きでアポトーシスは引き起こされるでしょうか。この細胞死の遺伝子は線虫というモデル生物の研究から分かってきました。線虫という生物は。 約千個の細胞から成り立っている生物です。一方人は。百兆個余りの細胞から成り立っている生物です。まず線虫での細胞死ですが。ここに示した四つの遺伝子。で。細胞死が制御されていることが分かっています。その後。人の細胞死のメカニズムも解析され。ここに示したようなメカニズムで。 遺伝子の働きで死ぬことが分かっていますここで重要なのはこのように示した遺伝子が線虫から人まで保存されているということですすなわち線0個の細胞から成り立っている生物から人まで細胞子を仕組む遺伝子が保存されていたということになります次の疑問はでは我々の体で 引き起こされる積極的な細胞子は線中から保存されているシステムだけでしょうか現在では我々はもう一つ別のアポトーシスを誘導する仕組みを持っていることが分かっていますそれは細胞表層のレセプターを刺激するとアポトーシスが引き起こされるすなわち我々の体を構成している細胞は 自爆をするためのレセプター自爆をするためのアンテナを持っているということが分かってきますした、でこの自爆をするためのレセプターの代表的な分子として私が発見をしたファスという分子がありますここでお示しするのはファスを刺激したときに引き起こされるアポトーシスですここでは 一面に細長い細胞が存在していますがファスを刺激をするとこのように細胞は積極的に死んでいきます次にお見せするのは別のの種類の細胞ですこの細胞もファスを刺激すると先ほどよりもより激しい運動をしながら細胞が死んでいきます。遺伝子の働きで 積極的に細胞が死ぬというアポトーシスという現象はこのようにすごくアクティブな現象であることがわかりますこのように最後は核もバラバラになって見えなくなりますではこの自爆のレセプターのファスというのは我々の体でどのような機能をしているでしょうかこれまでの研究からファスという分子は自分に 自分を攻撃したりするような免疫系の細胞を除去するときまたがん細胞やウイルスに感染した細胞を除去するときに機能することが分かってきましたところが最近になってファスの遺伝子がないマウスにおいてアレルギーが発症するということを我々は見出していますまたこのマウスではアレルギーの原因分子である IgE という抗体分子がこのように非常に高く産生されています我々はこのように IgE を非常に高く産生させるときに機能する新しい細胞が存在していることを見出しこの研究を行っています普通のマウスではこのような IgE を非常に高く産生させるために機能する細胞は ファスを刺激することによって除去されていますここはこはれは先ほどお示ししたアポトーシスとネクローシスですこれまではアポトーシスは遺伝子の働きで積極的に死ぬ細胞死ネクローシスは受け身的な細胞死というふうに考えられてきましたところが最近ではネクローシスという現象も 遺伝子の働きで制御されているものがあるということが分かってきましたではネクローシス遺伝子の働きで制御されるネクローシスはどのような遺伝子で制御されるのでしょうかこれは先ほどお見せをしたファスという自爆のレセプターを刺激したときのメカニズムを示していますここでカスパーゼの8番という分子に注目をしています カスパーゼの8番という分子は、アポトーシスを引き起こすのに必要不可欠な分子です。ところが最近になって、カスパーゼ8番はアポトーシスを引き起こすだけではなく、逆にネクローシスを止める活性があるということが分かってきました。ここにお示しするのは、カスパーゼの8番のない細胞がネクローシスで死んでいく様子です。 またこのようにアポトーシスを引き起こすまたネクローシスを止めるという発生を持っているカスパーゼの8番の遺伝子がないマウスは正常に発生できず生まれてきません。すす。ななわち、正正常常マウスススではははアポトーシシに引き起こさされ、れネクローシスは抑制されていますところがカスパーゼ8番という分子がないマウスではアポトーシスは抑制されネクローシスが更新します。 現在のところこのようにカスパーゼ8番のないマウスが生まれてこないのはネクローシスが非常に強く引き起こされるからだと考えられていますところが私たちの研究室ではこのカスパーゼ8番という分子は細胞子を制御するだけではなくて細胞の分化をコントロールする働きも持っているということが分かってきました。最初に 細胞が死ぬこと分化すること増殖することはお互いに相互作用すると言いましたがこのカスパーゼの8番という分子は細胞死を制御するだけではなくて細胞の分化もコントロールするという非常に多様な活性を持っている分子だということが分かってきています。また我々の研究室ではもう一つ別の新しい細胞死の研究も行っています。 ここにお示しするのはしているのは、細胞が分裂するときに染色体が凝縮をする様子です。きれいに凝縮した染色体は、細胞が分裂するときにきれいに2つに分かれていきます。ところが、我々の体の中で細胞が激しく増殖している場所では、染色体の凝縮があまりうまくいかない細胞が出てきます。で染色体の凝縮がうまくいかないと、 細胞が分裂するときに DNA が絡み合いうまく核が分裂できなくて核が2つある細胞が出てきます。でこのように核が2つの細胞は非常に染色体が不安定でありがん細胞に変わっていくということが知られています。我々はこののような核ががつの細胞が 癌にならないために積極的に死んでいくメカニズムがあることを見つけましたそしてその細胞子はアポトーシスではないということも見出していますここにお示しするのは核が2つになり死んでいく細胞です今分裂しそうな細胞がありますがこれが分裂がうまくいかず核が2つの細胞がこのようにできてきますこのような危険な細胞はここでお見せするように 積極的に死んでいきますこのような新しい細胞子の研究も我々の研究室では行っていますそれでは最後に我々の研究室の様子をご覧に入れますまずご覧に入れるのは研究を発表してみんなでディスカッションをしている様子ですこのように 大学院生一人一人が研究したことをみんなで話し合い、ディスカッションしその研究を発展させるように話し合いを行っていますまた次にお見せするのは細胞を培養しているところです我々の研究室は細胞死の研究をしていますから細胞を培養しその細胞が死んでいくということを観察します 細胞を培養しているところまた顕微鏡で細胞が死ぬところを観察しているところをご覧いただけると思いますこのように細胞を培養して細胞の死を観察するまたその結果をみんなでディスカッションして研究を発展させていくこのような日々の活動で我々は細胞死という窓から 生命の本質を理解しようという研究を行っています。